やっぱり、まあ、この試合は自分のシュートの確率がすごい悪く、まあ、ゲームキャプテンながらも全くチームを引っ張ることができず、まあ、自分のせいで負けてしまったなっていう思いがすごい強いです。そうですね、もうやっぱ100人っていう、まあ、チームが多い中でも、その3年生一人一人がもうチームを引っ張っていくような感じでやってくれていたので、そんなに苦しい思いしたっていうのは全然なくて、まあ、途中コロナで大変な思いをしてしまったっていうのは、まあ、感染対策も含めてそれはキャプテンの、まあ、自分のすごい責任を感じました。まあ、それぞれすごい新しいステージが待っているので、まあ、いろんな壁もありますし、それにどんどんぶつかっていって、またいろんなところで活躍している姿を見れるようにお互い頑張っていきたいなと思います。まあ、まだ全然人数も多いですし、まあ、スタート争いっていうのもすごいこれから激しくなっていくと思うので、その中でもやっぱり轟っていうのはすごい大きな存在ですし、まあ、轟中心に、まあ、来年こそは必ず日本一を取って、まあ、この負けをいい経験にしてまた伸び伸びと、まあ、この体育館に来て、まあ、最大のプレーを発揮してほしいなと思います。まあ、1年生の時は、まあ、優勝っていう形ですごいいい経験をさせてもらったにもかかわらず、まあ、2年生ではスタートで、まあ、大変な思いもしてきて、まあ、ジュニアさんたちの代なんですけど、まあ、自分の力が足りず、ベスト8で終わってしまって、まあ、またそのやり返しでやってやるぞと思ったんですけど、全然また自分の力が足りず、まあ、こういう形で負けてしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、自分は入学当時全然ディフェンスもできる人じゃないし、まあ、体力面でも全然走れるような選手じゃなかったんですけど、本当に出口先生の下で厳しい練習を耐えてきて、まあ、このような自分になれたっていうのは本当に幸せで、すごい楽しかった時間だったなって振り返って思いました。まあ、また自分のせいでっていう気持ちが本当に大きくて、まあ、すごい悔しい思いっていうのは、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、早田だったり、まあ、星賀だったり、まあ、3年生をどんどん引っ張ってくれたので、本当にそういうところでは感謝というか、こういうチームに巡り合えて本当に良かったなっていうふうに感じました。ありがとうございました。